You better f Oh, okay. Fly me. Yeah. Oh, the part of the reunion. よっ、サーミーノに今日もサボらず学校来てんね。感心感心。つか、もう1年過ぎちまったな。来年から3年だぜ。高校もあと1年で終わりか。その先、なんか面白いことあんのかね。なんかいまいちだよな。今の3年見てたってさ、とりあえず勉強だけしてるっつうか、少なくとも面白そうには見えねえよ。いいんかな、俺たちもこんなんで。なんか忘れてるっていうかさ。The fight, okay. あれ、あの子、なんかこっち見てね。つか、何気に可愛くね。あんな子この学校にいたっけ。Okay, so at this point we have forgotten what everything that we have done. And I did transfer here, and I guess I was friend with Junpei and. 何言ってんの君は。同じ寮の子でしょ。マジ。そうだっけ？え？名前は？そこまでは知らないけど。んだよ、結局知らねえじゃん。つか、りょうさ、年度の節目でバタついてて、人の出入りとか最近わかんねえよな。なあ、そういや、聞いた？真田先輩、もうすぐ出てくって話だぜ。ボクシング部の真田先輩、知ってんだろ？ほとんど話したことないけどね。そりゃ卒業生は出てくでしょう。霧城先輩ももう支度始めてるしね。霧城って、ああ、生徒会長さんか。 OK、 うちの寮だったんだよな。にしてもなんだろうね、あの子。ねえ、なんでさっきからこっち見てるの。何かご用。あ、いえ、なんでもないです。なんかちと思い詰めてる感じじゃなかった。ってもしかして俺かお前に気があるとか。ありえないね。相変わらずそういうツッコミ可愛くねえよな。なあ、そういやゆかりっちさ。ああ、悪い、やっぱいいや。何を言いかけといて、勝手にやめないでよ。いや、その、俺らってなんで仲良くなったんだっけ？いや、深い意味はねえんだけど、ふとそんな風にさ。別に特別仲いいつもりもないけどね、たまたまじゃない？そうだったよな。でも不思議だよね。うまく言えないけど、ちょっとわかるかも。よくわかんないけど、なんか変っていうかさ。そういえばさっきの子、やっぱ。Okay, okay, I see you, I see you. Ah.おーっす、今日久々に特製が食いたくってさ。ちょ、中根ねえって。一階の高校生ですから僕。てか俺ら友達っしょ。キャッチボールで友情育んだっしょ。で、ありゃ未遂だったか。いやいや、それよかちょっと聞いてくれよ。さっきまた鳥海先生に呼び出されて、4月からの抱負なんて別にないっつの。ヘラヘラしてたら真顔で諭されちった。なんかあの人妙に真面目になってね。もうケーキには釣られないって友近が嘆いてたぜ。ああ、そういや友近から聞いたか。
4月から来る先生、女ばっかだって。あいつすげえはしゃいでてさ、目も当てらんない浮かれっぷり。ま、俺には関係ないけどね、俺には大切な人が、ん？いたよな。いや別に嘘じゃねえって、こんな悲しい嘘つかないって。ただいたよなってさ、俺すげえ大事なことを忘れてないか？絶対忘れちゃいけないようなこと。悪い、ラメはパス。ダーン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 。I'm trying to find my pi- What the fuck? Wait, wait, wait. Like, all that time- Oh. Yo, お前か。学校で会うのは珍しいな。何ってほどのことはない。校内を見て回ってるだけさ。もう最後だからな。長いようであっという間のようで、やはり長かった気もする。3年間ひたすらにボクシングだけ、それだけだったか。あ、いや、寮の奴らと出かけたりはしたな。お前とは一緒にパンケーキも作って楽しかったよ。量が同じでなければお互い全く知らないままだったかもな。不思議なもんだ。俺はもうすぐ寮を出ていく。だがお前の先輩であることには変わりない。何かあったらすぐに呼べよ。真っ先に駆けつけてやるさ。Okay, wait. So we got. Hi guys. Okay.Okay, sorry, I'm just looking. If I go outside...大丈夫？貧血か何かかな。一緒に保健室行ってあげようか。って実はちょっと行きづらいんだけどね。僕、君には先に報告するよ。僕ね、志望の医学部を受験して落っこちちゃった。あ、人生で初めての挫折かな。そんなわけで春からは浪人生、引き続き勉強漬けの毎日だ。手応えは悪くなかったんだけど、試験って時の運なところもあるし、前の僕だったら諦めてたかもしれない。基本的に根性ないからね、僕。けど今は違う。医者になって一人でも多くの人を救いたい。大切な人を守りたい。大切な人を守る方法っていろいろあると思うんだけど、僕ができるようになりたいのは治すっていう方法なんだ。だから僕はもう迷ったりしない。また来年チャレンジするよ。
今度はぶっちぎりで合格してみせる。ありがとう。僕は君に支えられて少しだけ変われた気がするんだ。僕は一足先に卒業しちゃうけど、君のこと忘れないよ。Why this is sad? Sorry. いや、君か。顔色が悪いが、この陽気にやられたか。もう3月だものな。君に話しておきたいことがあるんだ。まあこの先も同級生として機会はいくらでもあるだろうが、それでも今のうちに、僕が生徒会の一員であるうちにね。僕は生徒会を辞めるよ。と言っても今期はもう終わるから、来年立候補しないというだけの話なんだが、タバコの件でね、いろいろ考えさせられた。突然だが、この国は幸福へ向かっていると思うかい？そうか、僕にはそう思えなくてね。君はまっすぐな人間だからな。君の目に映る社会は、1月頃まではカルト宗教だかの怪しい動きもあった。希望を見つけられない社会、多くの人にとってはそれが現実だ。そんな国が変わっていくには何が必要か。僕、かつての僕の答えは、権力者による改革、それが唯一の方法だと思った。だが権力を振りかざすだけの改革は様々な歪みを生む。あのタバコ事件でそれを痛感したよ。僕の未熟さもね。そして僕は別の答えにたどり着いた。今必要なのは教育じゃないだろうか。社会の構成員である一人一人が持つべき心というか、魂の教育。僕はそれが必要だと思った。だから僕は教師になろうと思う。社会を形作るのは我々個人だからね。人を育てることは社会を育てることだ。向いてないって笑うかい？そうか、僕は精一杯やるつもりだ。話はそれだけだ。お礼を言いたかった。君のおかげだ。ありがとう。お、いいとこ来たな。ちょっと聞いてくれよ。俺、病院行ってきてさ。結果はなんと。もう全然問題ないってよ。好きなだけ走っていいって。思わず医者に抱きついちまって危うく締め落とすとこだったぜ。そん時医者にも言われたんだけど、俺さ、あのまま続けてたらどうなってたんだろうな。焦って無茶して、てめえのことばっかでさ、思い通りにならないことにムカついて、で意地張ってまた無茶して、どんどん悪化して、バカみてえっつうか、ガキだったなってさ。おいっ子のためとか言いながら結局自分のためだったんだよな。お前にも部の連中にも親にも心配かけてたのに、ずっと気づかなかった。甘えてばっかでさ。サンキュー。まあ遅くなったけど、
気づけたんだから上出来だよな。ありがとな。お前がいなかったら今の俺はねえよ。俺はこれからもっと頑張るって誓う。お前にみんなに恩返しできるように。一人で突っ走んないで周りを見ながらな。難しいけど。というわけでさ、お前に一番に報告したかったんだ。じゃ、職員室と部活に顔出してくるわ。またな。 OK。 お、ちょうどお前を探してたんだ。これ、早瀬からお前に届いたよ。惜しいことをしたな、あの学校も。いい選手だったんだな。ま、これで来年はうちの完全勝利ってわけだ。じゃ、渡したからな。元気か？住所がわからないから学校に送る。俺は元気でやっている。仕事にも慣れてきた。実はな、陸上のことなんだが、俺はもう陸上を続けることは完全に諦めていた。諦めてはいたが、未練はあった。情けないことだが、俺には陸上しかなかったからな。そんな俺を見かねたのか、工場長が力を貸してくれてな。陸上チームを作ることにしたんだ。チームといっても工場の仲間中心の小さなものだ。仕事の後とか休日に練習して、こないだは琵琶湖で遠泳したりな、比叡山に登ったりもした。前みたいにトレーニングマシンとかないからな、効率は悪いだろうが楽しくやってる。遊び半分のメンバーも多いし、本格的な練習はなかなかできないが、まあ俺にはちょうどいいハンデかな。お前もまだ続けてるだろ。お前のことだからこれからもぐんぐん伸びるだろうな。自分のことのように楽しみで不思議な感じだな。あ、いつかまたお前と戦いたい。お前をライバルとして、今度は俺が努力する番だ。目標があるというのは楽しいことだな。忘れていたよ。そうだ、お袋の具合が良くなってるんだ。空気のいいところで療養生活しててな。親戚やヘルパーさんたちに家に来てもらって、弟たちも元気でやってる。俺は今とても充実しているよ。守りたいものを守れてるというか、そんな充実感でいっぱいだ。そう感じられるのもお前のおかげだよ。ありがとう。じゃあまた会おう。アンドレ・ロール、アンドレ・ローラン・ジュンジュール。長いな。武士の名は潔く一文字であるべきだ。って、お前か。この手紙学校に届いたんだよ。うちの生徒宛らしいんだが。あ、これお前宛か。妙なひらがなでお前の名前が書いてある。差出人はアンドレ、あ、なんとだ。そんな異国風の直した生徒などいたかな。うちのクラスだったのはベベだしな。あ、オッケー。
こんにちは、ベベです。漢字が難しいので、ひらがなばかりごめんなさい。日本でいっぱい勉強したけど、ベベまだ下手です。辞書を使って書いてるでござる。ベベはおじさんに着物見せた。おじさんいっぱい褒めてくれた。日本をいい国だ言ったです。だから日本にまた行くとおじさんに言って、いっぱい言って、おじさんオッケー言った。しかしベベ日本行かないにした。ごめんなさい、戻ってくる言ったのに嘘つきです。ベベ知らなかった。留学の援助をしてくれた人、おばさんだけじゃない。おじさん、親戚、近所、たくさんの人だった。みんなまた日本に行け言ってくれた。お金出す言ってくれた。しかしおばさん死んで、おじさん悲しいです。おじさん無視してベベ日本で楽しいのはできないことです。みんなのお金でベベ遊ぶのはできないことです。日本を知ること、日本の勉強、フランスでもできることです。だからベベフランスに残る。いつか自分の力で日本行くです。ベベ洋服学校入りました。お主と作った、楽しかったですから、一等の服に名前つけました。という素敵な名前です。Oh. ベベの大好きな名前です。 Oh, thank you. 日本、フランス、お主、ベベ、遠く離れてる。しかしいつもそばにいるです。見えなくても変わらない。毎日楽しかったです。毎日いっぱい楽しかったです。いつの日か会えると嬉しいです。大切な友達へ、ベベ。Hey, he's gone.Somebody on the rooftop? Is this like kind of like a bye-bye? Oh, who's here? Okay, nobody, okay. Okay. Oh, wait a second. This is my class. No, it's 2F, right? Okay.なあなあ、俺今すっげえいい話持ってんだけど、聞く？っていうか聞く？しょうがねえな。いいか、これ極秘情報だからな。4月からうちの学校に女の先生が3人も来るんだってよ。エミ、加納先生がいなくなってからさ、花がないじゃん。鳥海先生はなんか裏ありそうだし、大西は薬品マニアで怖えし、寺内なんかインド行くとか言ってるしさ。てか普通は保健の先生って女だよな。5万歩譲って男でもあれはないよな。あれ保健室サボり撲滅作戦だよな。
って、お前なんか顔色悪くない？噂をすればの保健室行き？悪いけど俺は付き合わないぞ。あれが保健室とは認めてないもんね。あ、そんでね、その先生たちが挨拶に来るらしくってさ、職員室で張り込もうと思うんだけど、お前も来る？お、さすがですな先生。ほら、来年は選択授業とかあるじゃん。選択してから後悔しないよう事前調査が大事よね。ってあれ、今日ってもしかして、うわ、やっべ、ごめん、俺先帰るわ。ダラダラしてるとあいつが来る。妹、4月からうちの生徒なんだけどさ、見学したいとか言ってここ来るんだよね。見たいなら一人で見ろっつーの。あんなやつ連れて学校歩くとかほんと無理。ああ、年上の妹だったらな。ってわけで、俺帰るよ。悪いな。OK。I cannot enter here. Did she smoke? No, never mind. どうした？顔色が優れないな。疲れか？くれぐれも無理はしないでくれ。すまない。ここでそう呼ぶのは抑えなければ。あ、差し支えなければ少しだけ付き合わないか。今日はこの後外せない用事があるんだが、それまでの間君と話したい。ありがとう。ではそうだな、生徒会室に行こうか。見ておきたいんだ。なんだか懐かしい気がするな。受験でしばらく遠ざかってただけなのに。受験の発表はまだだが、手応えからして合格しそうだ。晴れて春からは大学生というわけだ。ここからの景色も見納めだな。今日はあまり時間がないんだ。これから宗家で勉強会があるからな。今の霧城は強そうに見えて脆い。いつ足元を救われてもおかしくない。私がしっかりしなくてはな。あるさ、君にしかできないことがな。私が疲れた時、君以外の誰が気晴らしに付き合ってくれるんだ。霧城ではない。ただの私が安らげるのは君がいるからこそだろう。あの寮ともお別れだな。少しずつ荷物をまとめているんだが、はかどらないんだ。この本はあの時の、この服はあの時の、この写真はっていちいち思い出して、短く濃い3年だったな。あっという間だった。特に君が来てからの1年はな。寮ですれ違うたび、言葉を交わすたび、胸がどうにかなりそうだった。私にこんな気持ちが眠っていたとは知らなかったよ。この学校に君が来なかったらどうなっていただろうな。私は君と出会えなかったら、いいなずけと結婚を決めていただろうか。それともバイクで逃げていたか。運命とは不思議だな。だがまあ、過ぎ去ったものにとらわれていても仕方ない。私にはやるべきことがあり、霧城家と私自身の未来がある。君の未来でもあるんだぞ。分かってるか。そのうち宗家に顔を出してくれ。何、挨拶程度だ。まずは顔をつないでおかないとな。
そろそろ時間だ。私はもう行こう。また寮で。と言っても今夜は遅くなる。休日にでもゆっくり過ごそう。二人きりで寄りかかりたい時は君が支えてくれるんだろう。そう、これは君にしか頼めないことだ。他の誰にできるか言ってみろ。少し意地悪だったかな。だがもっと君は思い知ればいい。私がどれほど君を必要としているか。なんてな。それじゃ失礼する。This the PA room? What the hell? Okay. それにしてもミス・トリウミ、最近変わられましたよね。 Yes! 担任としての責任感が More and more! 先日のレッスンも興味深かったです。ずいぶん予習されてますのね。ティーチャーとしてのパッションが以前とは段違い。ダンチですわね。ダンチ？ええ、最近はちゃんと予習というか勉強してるんです。教えること、教えたいことをどうやって伝えるか、その手法とか。今頃って感じですけど。もう時間をダラダラと目先の楽しみのために使うのはやめたんです。 Wonderful! 素晴らしい発想のチェンジです。何が You をそうしたのですか？ダラダラ過ごしてた時にある人と出会ったんです。それで我が身を反省したというか。ある人？ん？人？人だよね。 OK OK わかります。私にもセイム体験あります。私がダーレンと出会ったのも今思えば運命という名のフォーチュン。運命という名のフォーチュン。頭痛が痛いよりびっくりだわ。あ、私みたいな独身には辛い話ですわ。はい、じゃあ私はこれで。あ、どうしたの？何か用？なんだか顔色悪そうね。保健室に。って何か落としたわよ。えい、これこの待ち受けの画像。ミスター、学校に携帯は。あら、その画面す縦に読んでね。きっ、まあ素敵な告白の絵です。このメッセージ、ユーが作ったの？No, it was made by... It's for my girlfriend. 大切な…ていうか…どういうこと？この画面、あなたがどうして…まさかネットに出回ってるの？だけどあれは繋いだ人しか…もうやだ。
No, no, no. さっさと言えってねよ、もうバカ、恥ずかしいじゃないのよ。けど、いつかもし会えたら言いたかったことがあって。はい。私、あなたのおかげで変われた。あ、OK。 だから感謝してる。ニヤニヤしてんじゃないわよ、ぶっ飛ばすわよ。あのね、もしよければ、よければ、食事にでも。No。No。できるか。I swear, I thought it was going to finish with.Yeah, thank you, you changed my life, nah, 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 yeah. And then she kind of like, can we have dinner? I'm like, ah. But thankfully she was kind of like, ah, no, I'm a teacher. So that was cool. Hmm.Outside, maybe? Oh! Senpai! Yokatta! Kotobu ni hitori de kuru no wa chotto kokoro bosokute. Kyou wa Sanada-san no wasuremono wo todoke ni kitan desu. Aa miete Sanada-san te nuketeru tokoro ga arimasu yo ne. Aa, wasuremono te omoidashitan desu kedo, Aragaki-san teいたじゃないですか、うん、少しの間だけ寮に。全然喋ったことなかったんですけど、あの人のことを考えると苦しいような、悲しいような、でもすごく大事なことのような、よくわからない気持ちになって、僕は何かをしなくちゃいけないって思ったりするんです。何かはわからない、どうしてだろう。あ、すみません、先輩には言いやすくて。先輩は僕の話をいつだって聞いてくれるし、紅茶も一緒に買いに行ってくれたり、僕を一人の人間扱いしてくれるから、あの、ありがとうございます。いつも。ナイスさん。What can I find here? Ah. Of my crew. Jumpy? No.School over already. The apathy syndrome cases have stopped, but trouble usually stirs in the spring. Should hurry on home and study or something. いらっしゃい。 Sorry, but we're closed today. Oh wait, you are the weird kid who comes by often. You are an odd one to be interested in antique at your age, especially since you are always getting...What was it? Sorry, my memory hasn't been great lately. Come visit again tomorrow. I'll try to remember by then. Huh? Oh, it's you. Why do you look so green? You come here a lot, don't you? You shouldn't rely so much on medicine, you know? You're still young. You should build strength by exercise, eating. Well,
and doing schoolwork. Don't worry obsessively over your health, that's the doctor's job. Okay. Koromaru? Okay, Koromaru is not here. Abu. Oh, I was scared for a moment. I don't think anybody is up here. Good. Okay. Aha. Okay. I see it flash before my eyes.